だからベーシックインカムになった方がいいって言ってたし、言ってるんだよね。ベーシックインカムじゃないとどうやって買い物したらするんだってなるよね。うん、まあ言いたいことこれぐらいかな。まあ出せたらコメント来ないけど、まあ来たところでさ、論戦するところでもないしね、ね、論戦したくないし、だって知ってること言ってるだけだから、ダラダラと。だから誰でもノイローゼになると思う、こんな色々してんだからね。さっき言ったマクドに関してもだし、人身売買のことも関してもだし、本当に生まれてこなきゃよかったなと思ってる。ワクチンのことに関してもそうだよ。だけどみんな吹っ飛ぶけて今もさ生活してんじゃんね。だから結構花が植えてるよね。結構そこにいっぱいあるよ、道路なんかに。やっぱりみんな疲れちゃってるんでね。最近この近辺でもね、花が植えたよ、やっぱりね。やっぱりみんな疲れちゃってるんでね。ああ、なくなってよかったねと思うもん。疲れたでしょうねと思うもん。私も疲れてるもん、はっきり言うとな。もうこの悪魔崇拝してね、お金に崇拝して生きていくの嫌なんですよ、私だって。物価高も作られたりさ、で子供なんかかわいそうでね、米なんか食えなかったりな、栄養不足で大きくなれんや。まあ、みんな太ぼけてるからどうしようもない。政府とか公共にさまさまつけたり頭下げてるんだから、子供の栄養よりはそっちの方崇拝してるのしょうがないよね。うん、消費税も増税されても頭下げ、自分たちのお金なのに。天下りには文句言わん。外国人に金やっても仕事に行く。バカなんじゃないと思ってるね。子供はかわいそうだね、そんな大人ばっかで。ワクチンもそうだし。SDGs は創価学ディープステートって言ってんだけど、ネットでね、広まったってそんな変わらんよ。人が弱いからですよ。じゃあ、比例不足ぐらいやったら子供作んないことだね。はっきり言うと。で、マンションとかね、ああいうとこのやっぱ、家賃収入してるやつもやっぱフリーメイソンとか、上級国民が多いんですよ。ワンルームとかで投資してる人はサラリーマンが多いだろうけど、一等買いとかしてるのやっぱフリーメイソンなんですよ。中国とか韓国系とか、M 資金もらってるね、やつとかおるよ、いっぱい。そしたらあれや、税金対策になるから建てるわけじゃん。で、遊び半分で会社作ってみたりね、人を雇うけど、いらなくなったらポイってしてみて、計画的に倒産して、まあ、家は金持ちのとね、遊びでやってしまうということよ。だけどみんなほらかそこに就職してしまうわけ。で、いらんでたら面白くないといらんとかなってしまうわけね。で、いろんなお店とかあるし、エコープとか、ダイレックスとか、コスモスとか、いろんな名前あるじゃない。だけど後ろはみんな一緒だからね、洋服の青山とか、他社じゃないんですよ。後ろは全部一緒。山田電機とか。山田は総監の会社だしね、武器を隠してたと言われてるようなとこだけど、山田は総価学会ですよ。で、イオンは韓国の会社だしね、ダイエーは潰されちゃったけど、韓国に乗っ取られちゃったけどね。で、イオンだってイオンでつければ A、E、イオンでついてて、フリーメイソンの絵がついてるじゃないと思うんですね。A コープもフリーメイソンだし、前総価の会社だけどね、コープも総価の会社よ。盛況だってそうですよ。で、清潔運転手術かわいそうだよね。白ナンバーで運転されてるみたいだけど。白ナンバーだから自分で買わされてんじゃない？やっぱりね。で、清潔はいじわるするよ。やっぱ清潔の総価だからね。ハイランストをねじめたりするよ。気持ち悪いよね、と。大阪は特にその総価が多かったわけ。で、何も取らなかった。清潔新聞取るとか取らなかったらね、いじめをするよ。卵割ったりな。で、学校のね、学校も二教祖だからね、もう立派な宗教団体。私たちも宗教団体入ってたのか、二教祖なんだからな。学校って二教祖だったんだと考えてらんないと思って。で、会社に入るとさ、組合とかあるでしょ。GL の前、国鉄だったじゃない。国鉄時代の映像見てごらん、自分で YouTube で。もうあんた、とんでもないよ。見てごらん、自分でね。もう落書きだらけ、鉄道には組合のような。あとは閉じ込めてみたりね、ハイランストな。